法人の門は、李氏朝鮮時代ソウルを取り囲んだ城郭の門。東大門とも言い,い、大韓民国指定宝物第1号に指定されている。1396年に初めて建てられ、1453年と1869年に修繕されている。四大門の名前は、儒学の特目である、仁儀礼地震から取ったが、これにより、 東西南北の四大門は、孔人の門、厚義門、高司令門、宿安志門となった。なお、他の四大門の名前が三字であるのに対し、孔人の門だけが四字となったが、これは、風水地理によると、ソウルの東の地気が弱いため、その気を高めるため四字にしたとされる。日本統治下の1934年、朝鮮総督府は、高司令門を、 宝物第1号に、鉱人の門を、宝物第2号に指定した。日本は、高司令門と鉱人の門を朝鮮における、最重要文化財として、ほぼ同列に扱った。1962年、大韓民国政府は、高司令門を、国宝第1号に指定したが、鉱人の門は国宝に指定されず、1963年、 格下の大韓民国指定法を持つ第1号になった。理由は、現在の門は1869年に建て直されたためとされる。もともと皇人の門は東大門区に属したが、何度か行政区域が調整され、現在は小6に属している。2018年3月9日午前2時頃、放火により2階欄間付近から出火したが、約4分で、 消防署員らにより沈下され、大きな被害はなかった。ソウル市イットルソウルおすすめの旅記事提供、ソウル特別市観光振興担当官2010年6月20日、韓国、宝物1号工人の門で放火と推定される火災、内部焼ける。中央日報、2018年3月10日閲覧、ありがとうございます。